上で豪邸顔らしいなんでそう、それじゃもうあの子紹介安泰っていうか、なんでそんなにうまくいくのよ。あーもうめちゃ悔しいわ。冷静を装ってても実は負けず嫌いでして、活躍してるあのモデルと実は同い年だった。なんでそういらないでこの差は一体何。ああこうなったらもうひょんなきっかけで特許取得しちゃうとか、詳細高額の宝くじに当たるとか、なんだっていいからそんな強運をいただけないっすか。っていうかそもそも運も実力のうち、あもうめちゃ悔しいわ。チャンスつかむも逃すも結局自分次第でして、でも先越され